皆様こんばんは、3月の10日午後8時15分を回ったところでございます、ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の重要ニュースやあとはチャート分析を通しまして皆様の資産をですね10倍100倍にするお手伝いをさせていただこうと思いますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ビットコインなんですけれども、今日の朝ですね、9時ぐらいですかね、私配信を、させていただいたんですけれども、その後に昼過ぎですかね、ちょっと1時間足の落としてみますね。はい、そうですね、昼ぐらいですかね、昼過ぎぐらいに、まあ、10時11時そうですね、昼前ぐらいにちょっとですね、調整を挟みまして、今またですね、持ちこたえて、あとはまた上に上がってきているという状態になってきております。一旦ですねここの調整、まあ、入ったんですけれども、やっぱりまあ、ちょっとなんていうんですかね、別にその大幅調整という形ではなくて、まあ基本的にはちょっとこうね売り仕掛けが入ったという形で、重要なラインがですね54,700ドル、まあ、私がこの青いラインを引いておりますけれども、この右側のですね数字のところちょっとずれてるんですけれども、この54,700ドルですね、ここをちょっとこうね上抜けをして、やっぱりこう売りが入ってきた状態、日本円で言いますと、いくらぐらいですか、600万円ぐらいですかね。だから日本円の600万円っていうのもやっぱりちょっと意識されてるのかなと。で今現在の価格が、まあ、5万5千ドル付近、日本円で言うと595万円あたりですかね、を推移しているような形になっております。で、一応ですね、まあ今日の昼間のちょっとしたね、何ですか、調整で、まあ、ちょっと騙し調整みたいなのが入ったんですけれども、ちょっと不安に、ね、なられた方いらっしゃるかなと思って、ですけど、基本的に、私の目線としたらもう上はもう間違いないと、上目線で、継続しています。で、一応ですね、今回の、まあ、下落に伴いまして、ちょっとね、ラインを引かせてもらいました。基本的には、昨日申し上げた通りですね、これぐらい強い上昇、ですから、ゴールデンクロスバリーンと起こしてるんですけれども、この部分ですね、短期の移動平均線、はいはい、こちらの方で基本基本的にはサポートされるような形になることが多いのでですね、で今回も、まあ、ちょっとね下破ってしまったんですけれども、基本的にはちょっとこう支えられて、今まあ4時間して言うと支えられている状態ですかね。でまあちょっとねここら辺でモジモジするような形になるのかなと。でかなり短期なんですけれども、まあ4時間足でちょっとねこう一回サポートされているラインにこう引いてみました。こちらですね、4万8000ドルの起点ぐらいから、まあ、こう斜めに引くと、基本的にはやっぱり、もしですね、FX とかをやられてる方であればですね、このやっぱり5万1500ドル、まあ、この黒いラインですから、まあ、5万2000ドル付近ですかね、ここちょっと割れちゃうと、まあ、5万1500ももしかしたら割れる形になりますので、目線がですね、ちょっと、まあでも、一応ですね、今ですね、一回、まあ、最高値をつけたチャンネルがあったじゃないですか。チャンネルですよ。こちらのチャンネルですね。で、一段下の方でもう一回こうチャンネルを作ってるんですけれども、最終的なサポートはやっぱりここですよね。この黒い斜めの、一番下の斜めのラインでございます。で、そうですね、4万8000ドルが、まあ、調整の最終段階にもしかしたらガリッといくのかなと。4万8000ドル、5万ドル付近ですかね。調整の、いわゆる、大幅なですね、あるとしたらそこら辺かなというふうに見ております。ですから、今からで言うと、5000ドル幅、まあ、つまり、まあ、60万円下落ですかね、はちょっとこうね、今、チャンネルの中のちょうど真ん中ら辺を推移しておりますので、もしかしたらですね方向感が定まらない場合はガリッといって、ここサポートとしてもう一回こう上を試すような形になる可能性もございますので、ちょっとねそこら辺は注意しておいてくださいということです。で今日はですねちょっと重要なことをお伝えしますね。重要なこと、取引に関して、はい。でまあまあビットコインに関してはとにかく上目線がまあ継続しているよと、もうとにかく買いの一択ですよね。ここら辺は私の目測は変わりません。全くですね、はい、ちょっと不安になられた方、まあまあ上目線というのは、変わりませんので安心してください。はい、次ですね、イーサリアムでございます。で、イーサリアムもですね、やっぱりキングの動向にちょっとね、釣られてしまいまして、4時間足レベルなんですけど、ちょっとね、なんか、こう見るとですね、陽線がめちゃめちゃガーッとついてるんで、すごく長いね陰線がついちゃったなーって感じる方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあそこまでの大幅下落はなかったと。でやっぱり小幅の調整レベルですよね。もう本当に騙しレベルだと思います。でまあそうですね、1730ドルが結構硬いラインになりますので、ここ付近まで落ちてきたらやっぱりどうしても買いが入ると思いますから、そうそう割れることはないのかなと。まあこれもですね、でもまあね、後でまた申し上げましょうかね。そこの話をですね。まずチャート分析いきますね。で、チャート分析なんですけれども、イーサリアムがですね、現在1810ドル、20ドル付近ですね。日本円で言うと19万4000円とかそこら辺ですかね。を推移しているような形になっております。はい。で、やっぱりこの重要なですね、1847ドル。まあ、1850ドル付近ですよ。ここをきちんと上抜けして、から、まあ、とにかく最高値を目指していくのかなと。まあ、今言いましょうかね。ビットコインですよ。とにかく、ですね、やっぱりこう、イーサリアムもそうですし、他の、まあ、アルト通貨もそうなんですけれども、もう今ですね、やっぱり残念ながら、
相当通貨としていいファンダがないとですね、やっぱりどうしてもビットコインキングの要するに長男の動きに引きつられて落ちてしまうっていう形がやっぱりこれね、どうしようもないんですよね。ですからそのアルトコインをねメインに持たれてる方まあ多いと思うんですけれども、やっぱり何べんも申し上げます通り、ビットコインのね、まあ要するにまあ調子というんですかね、調子を見ながら、まあ例えば FX ですよ、 FX とかであればこうちょっとね入っていただくとか、そういう形をこうね金を見ながらと、まあそこに関しては私がですね、まあ午前と午後で一応注意点の方は申し上げますので、参考になさってですね、まあ、入ってみることをと。でですから私ビットコインがですね、なるべく横横しておいてほしいと。アルトコイン例えば単独上げするんであればですよ、そういうことを言ってるわけですね。下がるとやっぱどうしても下がってしまいますので、はい、ということで、イーサリアムに関してもとにかく上目線ですよね。いいですよ、これぐらい何ですかね、ミクロ的な形で見られる方結構多いんですけれども、結構広い範囲で例えば1日足とか4時間足レベルで見るとまだもう全然ですね、上昇基調が終わった的な感じではありませんので、わかります、こういう形でですね、向かう形があると思いますので、OK ですね。ちょっと調整が入って、こう上とかですね。ですから、まあ、まだ、ね、この下のラインを割るまでは、まあ、全然、不安になることはないのかなという形でございます。はい。まあ、とにかく、ビットコイン様のですね、動きに、まあ、よるのかなということですね。で、ネムちゃんでございます。いきまーす。ちょっと見てください、皆さん。もう、ありえないぐらい長い下着をなんかね、さっき、ついさっきですかね、ちょっと1時間し落としてますね。1時間、2時間ぐらい前ですね、ちょっとつけちゃったと。ただ、今日もです、午前中ですかね、私が申し上げたんですけれども、まあ、ここら辺で多分話をしてたと思うんですよ。まあ、上抜けしてからスコーンって行くんじゃないのかと。あと、今日、水、木、まあ、実質2日半ぐらいですから、まあ、2日ぐらいですから、で、まあ、落ちてきても赤ぐらいまでだろうというのを多分申し上げていたと思うんですけど、昨日の放送でしたかね、そこら辺でも。で、一応なんとかですね、赤いラインで、まあ、今持ちこたえているという形ですね。持ちこたえていると。で、この長い下髭は何ぞやと。何ぞやということでございますね。もしかしたらこれちょっとした大口の売り仕掛けが入って、まあ、いわゆる買いが入ってですね、ビョーンって、まあ、下、落ちてきたんで、ゴドーンってこう戻ってきたのかなという形はしているんですけども、今、かろうじて、まあ、0.61 ドルですかね。日本円で言うと67円ぐらいです。ですから、私が引いておりましたレッドラインの 0.63 ドル、65円、68円ぐらいですか、をちょっと割り込んでいる状態なんですけれども、とにかく、ネムに関してはですね、明日の木曜日と、明後日金曜日の朝9時50分、とにかくあと1日猶予が残されているという形でございます。はい。基本的には、まあ、大口の仕掛け、もしくは、短期勢のちょっとね、売りが入って、買い戻しが、まあ、いわゆる差し値をね、ここら辺で していた方が、まあ、0.5 ドル付近ですよ。差し値がちょうど刺さって、ビヨーンってね、戻ってきたような形になってるのかなと思いますけれども、金曜日に向けて、まあ、残された時間があと1日半ぐらいなんですよね。で、実際、基本的にはもう、0.82 ドルぐらいですかね。これですよね。0.85 ドルぐらいですね。日本円で90円ぐらいが直近の最高値になると思うんですけれども、そこまでですね、とにかく突き破れるかと、時間の兼ね合い的に考えますと。ですから、もしですね、例えば 0.42 ドルぐらい、そうですね。そうですね。私の放送があった時がここら辺だったと思うんで、まあ、ここら辺付近ですよね。0.42 とか 0.45 ドルぐらいで、まあ、もし現物をね、買われてらっしゃる方がいれば、ちょっと明日の朝ぐらいまでを見ていただいて、もし動きがないようであれば、現物として、まあ、3分の1ぐらいはもしかね、利確をしてもいいのかなという形ですね。あと残された時間がそう多くはありませんので、もしかしたらね、大きな下落があるかもしれませんので、間に合わなかった時はですよ。はい。ですから、まあ、ネムに関してはとにかく、シンボルが欲しい人たちはね、まあ、いわゆる現物を握っておくしかないんですけれども、それ以外の短期トレードで FX 入られている方とかであれば、うん、そうですね。あとはまあ、そうですね、シンボルが欲しいぜの、まあ、いわゆる買いがどれぐらい入るかによって、ここを黒いラインを突き抜けるかどうか。突き抜けたらとにかく、直近最高値の90円ぐらいは目指すと思いますので、まあ、そこら辺はですね、あまり心配なさらなくてもいいのかなという形がしております。とにかくまあ、持ちこたえてくれという形ですね。うん。FX 入っている方であれば、ちょっとずつもう利確をしていってもいいのかなという形はしております。少しですけど、値幅はね、利幅ですよね、取れてるかなというふうに感じておりますので、ちょっとですね、いろいろ作戦が変わってくる形になるのかなと思います。これはまた朝ですね、動きがありましたら、早急にお伝えいたします。はい、とにかくまだあまりね、心配はする必要ないのかなという形ですね。はい、で次いきますよ。リップルですね。ちょっとリップルがですね、重要なラインをですね、今回のキングの下落によってちょっと割れてしまった形です。まあ、いわゆる短期でのサポートとして聞いていたですね、この黒い斜めのラインですね、サポートライン、こちらをちょっとズドーンとね、勢いよく割れてしまった状態になってるんですよ。ですけど、かろうじてこの黄色い 0.45 ドル、あ、今の価格がですね、申し訳ございません、 0.465 ドルぐらいですかね。そうですね。で、日本で言うと50円ぐらい。
ですから、とにかく、この黄色いライン、0.45 ドルですね。あまりこう、値段の幅はないんですけど、ここを明確に割ってしまうと、もしかしたら結構下までガリッとね、落ちてくる可能性がちょっとありますので、そこは注意でございます。はい。ただ、まあ、これもね、何べんも申し上げてます通り、現物であればとにかく買いなのかなという形がしておりますので、あとは、まあそうですね、FX に入る方であれば、ちょっとね、今は、まだキングの動向が、ね、600万円をまたこうね、タッチして、いきなり売れがガリッと入る可能性がありますので、ちょっとね、FX の方は控えた方がいいのかなというふうに感じております。もしロングで入るのであれば、もうとにかく 0.5 ドルを上抜けして、した後ですよね。上抜けした後にやっぱりインしていただくのが、少し 0.6 ドルぐらいの利幅が取れるのかなという形がしております。はい。まあ、XRP に関しても、もうとにかく、長男のビットコインの動きにちょっとね、釣られて下がってしまったという形です。もしなければおそらく時間軸的には、まあ、たらればは相場の中に入れるべきではないんですけれども、時間軸的にですね、煮詰まって、まあ、上にもしかしたら抜けたのかなとはちょっと思うんですけれども、はい。まあまあまあ、とにかくキングがですね、まあ持ちこたえている今形ですので、まあ頑張れという形です。ございます。はい。申し訳ございません。次行きますね。IOST でございます。はい。唯一ですね、IOST がなんとか粘り切ってると今、こちらですね、ただいまの価格が、0.046 ドルですかね、を推移しているような形になっております。日本円で言うと5円ぐらいですね。で、ちょうど IOST に関しては、こちらのですね、頭を押さえつけられていたこのラインでございますよ。こちらはちょうど上抜けして、跳ねることがちょっとね、まだできないんですよね。ですけど、いいですか？今、OK です。この、上抜けをする前段階ですよね、こちら。こちらの部分です。もうヒゲがもうボン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 ってついてるここですよ。とにかくここはもうおそらくパワーを貯めてましたので、買いがですね、ドカドカドカって入ったり、売りがちょっと入ったりしてからパワーが溜まってる状態ですので、どのみちビットコインがですね、基本的に耐え切って上目線になっていけば、まあ IOST も、今ちょうどね、抜けきれなかったラインをちょっと上抜けしている状態ですので、まあ 0.08 ドル、基本的には8円あたりから 8.5 円あたりですかね、ここを目指すような形で上昇してくるのかなというふうに感じております。はい。ただいいですか？この、今私が申し上げております、8円とか 8.5 円とか、いきなり今日明日でバーンって行く可能性がゼロとは言いませんけれども、やっぱりちょっとね、中期、まあ、例えば1週間、2週間ぐらいですよ。それぐらいはまあ見ていただいてという形で申し上げております。今から1時間後に8円ドン行くからね、さすがにそれはですね、なかなか、難しいのかなと、予想するのはですね、いきなりムーンが起こったりする可能性確かにあるんですけれども、その予想はなかなか難しいぞということでございます。ただ、まあ、短期、レベルで言えば、ちょうど上抜けしたので、まあ、ここからですね、いわゆるこう、もじもじもじっとして、こう、上に向かっていくような形が作られるのかなというふうに感じております。まあ、移動平均線もですね、もう今これもう密集してる状態なんですよ。ぐちゃーって、もうぐちゃーですよ。ですから、もうとにかくパワー貯めまくってると。一回何かのタイミングがあれば、まあ、さっきムーンが、ね、いつのタイミングで来るか分かんないっていう風に申し上げましたけれども、アルトコインのターンになればいきなりバーンって来る可能性ありますからね。今日もちょっと行きかけてたんですよ。分かります？行きかけてたんですよ。だからですから、ビットコインが下落する前ですよ。ちょっと前、ちょっと1時間足落としてみますね。そうですね。ビットコインが下落する、ちょっと前あたりですかね、に1回跳ねたんですよ。で、何のタイミングか知らないんですけども、長男ビットコインの下落がちょっとね、短期調整が始まってしまったということで、つられ下げしてしまった状態ですね。ですけど、まあ、なんとかこのライン上で持ちこたえておりますので、まだね、現物買われてない方であれば、逆に言うと仕込みのチャンスでございますので、購入の方を検討してみてはいかがでしょうか。見たらわかりますよね。もう下に重要ラインが控えてますので、結構大幅に下落していくってことはそうそうないのかなという形。これはもう前から申し上げている通り、そこに対する目線はですね、あまり変わらないよということでございます。心配された方いらっしゃいましたよね、今日の昼ぐらい。ドキ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 って、そこまで目線は変わりません。はい、いきます。次ですね、ステラでございます。はい。基本的には長い目線で見ましょうね。短期トレードでカリカリするとですね、焦って切ってしまったり、わかんないけど入ってしまったりしますので、落ち着いて対処しましょう。割れちゃいけないラインを割れると、まずいですけど、それがないんであれば、基本的には短期調整ということでございます。はい。次、ステラですね。0.41 ドル。日本円で45円あたりを推移しておるような形でございます。ステラに関しては、まあ、FX、やっぱり私何遍も申し上げてる通り、ありなのかなというふうに思っております。こいつはもうありかなとやっぱ思ってますね。何遍も言いますよ。なぜか。はい。こちらの、ちょっと4時間足落としますね。はい。申し訳ございません。いきまーす。こちらの、いわゆるサポートラインですよね。ここが、まあ、長い間効いていたので、いいです。とにかく、もし、FX でロング入るんであれば、ここ割れた時に、もうすぐ間違えます。あと、損切りですよね。損切りすればいいだけなので、そこまで、損失は大きくないのかなと。ただ、もうビットコインがですね、今回600万円超えて、勢いがつけば、基本的には史上最高値目指すような形になると思います。そうなると、私がもう何遍も申し上げてる通り、700万円から750万円ぐらいですかね。ここを基本的には目標にしていくのかなと。フィボナッチエクステンション的に考えるとですよ。700万円から750万円ぐらいの幅です。そこら辺で行くのかなと。あとはね、ちょっともう一回戻してみます。ビットコインの、申し訳ございませんね。
はい、ビットコインの、いいですか？この上の上昇チャンネルですよ。ここに回帰してくるような形になりますので、ここ青いところ明確に上抜けをして頑張ってね、バウンドして、ここの部分を上抜けすれば。ですからやっぱり700、もしかしたら7万ドルですね。すいません。7万ドルです。ですから7万ドルから、もし抜ければ7万5千、8万ドル、まあ、ここら辺付近を目指していくのかなという形ですね。ですから上昇チャンネルの上限を、にこうね、ムーンするような形で、ムーンですね。こう向かっていくのかなっていう形でございますので。はい。そうなると、ごめんなさいね。ステラにもう一回戻りますけれども、ビットコインがそういう風なね、基調になると、もう強気相場が仮想通貨の中で、まあ今も強気相場なんですけども、また再開するような形になりますので、ステラに関しては、やっぱり FX いい場所にもしかしたらいるのかなということでございますね。もうちょっとね、上げてくれれば、4時間足での短期の移動平均線がですよね、長期を上回って、もうスペシャルゴールデンクロス完成っていう状態になるんですけれども、もうちょっと我慢しましょうということでございます。まあ今日、の夜、明日の朝、ね、あそこら辺でまた動きが出てくると思いますので、とにかくいいですか？ビットコインに関しては割れちゃいけないライン私言ってますよね。5万2千ドルぐらいですかね。あそこら辺割れると、ちょっとね、嫌な雰囲気が漂ってきますから、OK です。まだ全然上目線なんですけれども、ちょっとね、こう弱気相場が入ってくるような形になるかもしれないので、そこだけは注意しておいてくださいということでございます。はい。で、チャート分析ですね。エーダコイン行ってみましょうかね。久々に。エーダコイン。エーダ。エーダに関してはですね、とにかく今苦しんでおります。苦しんでおります。何か、いいです。ニュース的にはいいのが流れてきてるんですけれども、こちらですよね。基本的には、まあそうですね、2月の初めなので、まあ中期と言っときましょうかね。まあ1ヶ月半ぐらいです。中期の、こちらのサポートラインですよ。要するに、上昇起点からのこのサポートがバッチバチ効いてるのは分かると思います。OK です。で、ここをサポートとしながらずん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 こう上に上がっていって史上最高値、1.37 ドル、申し訳ございません。1.4 ドルぐらいですかね。をつけたという形になっております。で、今、まあね、一段下がってきて、ちょっとこうまた、その下にですね、短期でのサポートがこう引かれてるような形でございます。短期のサポートですよね。ですから、今どういう状態なのか、エーダコインに関しては。とにかく、いいです。ここの、中期のですね、この長い間サポートされていたところがやっぱりこうね、抵抗体となって裏タッチして戻る、裏タッチして戻る、売りがやっぱりここら辺は強いですので、とにかく、この人がしてほしいことは、このラインをとにかく上に抜けてくれと。抜けてくれないとちょっとやっぱり始まりませんので、抜けた後はですね、やっぱり次の抵抗体となるのが 1.37 ドルですかね。はい。基本的にはレジスタンスされていた場所ですので、ここら辺をこうね、上限に向かっていくのかなと。とにかくここが上抜けしないと当然ですけど、最高値更新はまあ難しいですので、とにかくエーダーに関してはですね、そうですね。まあ今ここ短期でサポートになってるんですけれども、ここを割れてしまうと、やっぱりこれ密集してますので、先ほども申し上げた通り、まあなかなかね迷ってるんですよ、やっぱ市場が。ですから割れると黄色いラインぐらいまで、つまり1ドルぐらいまで落ちる可能性がありますので、もし FX やられてる方であれば、ちょっと注意をしておいてくださいということでございますね。はい。で、今日はですね、ニュースがそこまで、大きいのが1個ありました。大きいのが1個ありました。その前にですね、大事なことをお伝えしますよ。はい。ですね、仮想通貨やられてる方で、こういう方結構いらっしゃるんですよ。何か、いいですか？現物を買うための資金を FX で稼いで、つまりアルトコインの FX とかビットコイン、イーサリアムとかの FX で稼いで、OK です。現物を買えばいいじゃないかと思ってらっしゃる方結構いらっしゃるんですよね。っていうかこれ僕の周りですかね。結構いるんですよ。いやもう FX でレバレッジバリンかけて稼いでから現物ぶち込んでもよくねみたいな。結構いるんですよ、そういう方。ですけど、いいですか？一つアドバイスです。やるなとは言いません。それやるなと言いません。アドバイスです。いいですか？メンタル的にやられますから、それ結構。ですから、優先順位としたら、やっぱり現物を先に少量でもいいので買っておいた方がいいです。やっぱり。はいはいはい。そうすると、例えば上がってきた時のメンタル的にですよね。あ、良かったっていう風にもなりますし、逆に、こういうことですよ。現物持ってなくて FX だけで勝負しようって方は、こういうことです。例えば上がってきたら、乗っちゃうじゃないですか。焦って。バリンバリンバリンって飛び乗っちゃうんですよ。ってなると、何遍も申し上げます通り、ボラティリティが激しいので、いきなりストーンってもう30万、40万落ちる、調整で落ちる可能性あるんですよね、今。特にビットコインなんていうのは。ですから、一気に首刈られて、もうせっかくあった現金がもうゼロになっちゃったとかね。わかります？損切りしてたはいいけど、滑っちゃってゼロになっちゃったとか。損切りラインね、持ちこたえたけど、もう結構大幅なマイナスで終わってしまった。そうなると、もう一気に、もうなんかこう、もうやる気なくなるんですよ、多分。もう見たくもないと、チャートを。やっぱりそれはまずいので、基本的には今年いっぱいまでですよね。広い目で見ると、先ほど私がビットコインのところで申し上げました。広い目で見ると、とにかく上昇はずっと基本的には今年いっぱいは続くだろうという目測ですから、少々の調整があっても、メンタル的に耐えられるように先に現物を買っておいた方がいいですよってことです。ちょっとでも。OK ですね。OK ですね。ですから、一番危険なのはとにかく高レバレッジでの FX。これは確かにね、いい金額を稼げる時もあります。私もありました。すごい金額を稼いだ時が。ですけど、やっぱりそういう時ってですね、無茶しがちなんですよ。またもう一回あるだろうと。
なりがちなんですよね。それが結局こう思うツボになってるとか餌になってるというか、あの大口様のですね、そういう風になりますので、そこだけは注意していきましょうということです。で、あれですよ皆さん、とにかく今日の昼間の調整、あれもだま、ほぼほぼ騙しですから、いいですか、今から別に、下落が始まるんじゃないかとね、弱気相場が始まるんじゃないかと思ってらっしゃる方いらっしゃいますけれども、そこまで不安になる必要はないよということでございます。ネムだけはですね、もう直近迫ってますので注意してみてください。はい、残された時間がなかなかないのでですね、短期トレードで、シンボルいらないよという方であれば、ちょっとそろそろね、利確のことを考えてもいいのかなというふうに思っております。そして最後です、今日はニュースというよりも、いいですか、上場の話が出てきました。私ですね、ツイッターの方やってるんですよ。今、ここの中では、ツイッターのリンク貼ってないんですけれども、まあ、もしかしたらね、探した方いらっしゃいますよね、何名か。その方たちには、もうこれね、4時6分に、ビットバンクの方から出てきたんですよ。で、もう4時10分ぐらいですかね。もう、ツイッターの方でバリッと流しました。もし、リンクね、ちょっと、貼り方がちょっとわかるかなって形なんですけど、今回貼れなかったら明日中には貼りますので、もしね、良ければフォローしてみてください。やっぱり動画だと、朝と夜だけの2回なので、急急なニュースが入ってきた時とかにはですね、なかなか対応がしきれないので、ツイッターフォローね、されると、まあちょっとね、速攻のこう、情報が入るのかなというふうに感じております。で、上から流しておりますけれども、いいですか、皆さん。バーッとですよ、バーッとが、ビットバンクに3月17日に上場でございます。何の運命かわからないんですけれども、私ですね、2日3日前ぐらいにバット特集しましたよね。あれですね、私のこのチャンネルをですね、登録していただいている視聴者様がですね、バット特集してくれと。で、もう何の、もう神の声かと思いました。本当に今日のこのニュース見て。バット特集してくれって言ってくれた方、本当にありがとうございます。皆様にこのチャンネル登録していただいた方に、バットとはどういうものかっていう意識づけがですね、多分できたと思いますので、ね、ちょっと3月17日に上場予定ですので、まあ、大きくね、値段が動くかどうかは、まあ、とにかく上場してみないとわからないんですけれども、まあ別にマイナスなね、ニュースではないのかなと。エンジンコインの件とかもありますし、やっぱり上場するってことはですね、購入する機会が、まあビットバンクしか使ってない方とかも当然いらっしゃいますので、買いが入る可能性もありますし、今ここ見ていただいたらわかると思うんですけれども、キャンペーンやるんですよ、これ。3月17から6月18まで、手数料無料ですから、わかります?買うときの。ってことは、やっぱり、少なくとも買いは入るのかなと。で、ビットコインのですね、この上昇基調に乗っていけば、もしかしたら100円普通に超えるかもしれませんので、OK です。あ、今のは希望的観測ですよ。買いは掘りではないですので、そこだけは注意しておいてください。興味がない方は特に買わなくてもいいですよ。別にね。買う必要は特にね、ないと思いますので。ただ、バット特集の時に言いましたけれども、2021年、ね、ビットフライヤーが頑張って、バットウォレット実装ってニュースが流れたら、スコーンって上がる可能性がありますので、そこだけは一応注意しておいてください。はい。そういう形で今日の、夜のニュースはですね、私がちょっとこの放送した時は、まだ入ってきてなかったので、なんかね、皆さんにお伝えするようなものがですね。ですから、なかったんですけれども、皆さんほら、今日の、朝、私が申し上げた、オーストラリアの XRP の話あったじゃないですか。あれがですね、仮想通貨ニュースに夕方の5時ぐらい流れてたんですよ。ですから、このチャンネル朝聞いてらっしゃる方、本当に多分早いと思いますよ、情報仕入れるのがですね。ですから、何かの跳ね、まあ、今回ね、あのニュースで XRP、リプル跳ねなかったんですけれども、跳ねる何かの情報が、もしかしたら朝1で入る可能性がありますので、OK です。ですから、まあね、車の中で例えばね、通勤途中に聞かれたりするのもいいかもしれませんので、そういう風にちょっとね、ご活用してみてください。はい。それではですね、今日水曜日終わりました。眠を持たれてる方は、明日、明後日が要注目ですよ。どういう形になるのか。で、あとですね、金曜日眠、ちょっと注意です。どれぐらいの、下がりが入るのか、まあそうですね、半値戻しもしくは3分の2戻しとか、まあだから40円から45円とか30円ぐらいですかね、あそこら辺ぐらいまで、一気にですね落ちる可能性がありますので、そこは注意しておいてください。そこはですね OK です。ですから短期で、持たれてる方は売りのこのタイミングは注意するようにしておいてください。はい、それではですね、3月の10日、第2部の放送を終了させていただきたいと思います。ビットコインね、弱気相場になってるかもなーってね、こう、心配になられてる方がいらっしゃるかもしれないですけれども、特にそう心配することはないですよと、上目線は変わらないので、安心して仮想通貨業界まだ見ていきましょうかということでございますね。はい、最後にこのビットコインのチャート見ておきましょうかね。はい、ということで、申し訳ございません。10日の第2部終わらせていただきますけれども、皆さんが気になってますかね私だけですか、チャンネル登録者の方の数。いきます !158 名でございますありがとうございます皆様ありがとうございますはい、午前中の放送からですね、4名ぐらいの方が、新しくですね、このビットマン TV のファミリーに加わっていただきました皆さんありがとうございますどうぞね、このチャンネル有効活用してみてくださいはい、あとですね、今回の放送、もしよろしければグッドボタン、高評価、あとはコメントですね、あと、もう何名もいますけど、うぜんだったらもうバリン
ンとバットボタンバンバンバンと押してもらって構いませんので、そしてあと初めて聞かれた方はチャンネル登録の方ですね、ぜひともよろしくお願いいたします。私10万人必ず達成しますので、ぜひとも皆様のこの親指の筋肉でチャンネル登録というのをちょっとこうね押すというか触れていただくだけで結構ですので、はい、申し訳ございません、よろしくお願いいたします。はい、それでは、今日もですね、終わりにさせていただきたいと思います。明日も仕事ですね、木曜日、あともう少しで週末ですよ、頑張っていきましょう。それではおやすみなさい。では。